泥ではないな。汚れだ、これは。こんなものが永月に満ちていたのか。なんと、なんとまがまがしきことか。付近に人の気配はない。て、人払いの術を使ったのか。そのようだな。永月の器は向こうだ。急がなければ江戸が飲み込まれかねん。汚れに触れぬよう気をつけよ。触るぞ。ああ、小説、貴殿は後ろに下がっていろ。心配無用だ。足手まといにはならない。ああ、より結衣は本気だ。傷つこうとも退くまい。今は義の終焉を見届けさせてやれ。そうだな、共に行こう、小説。
せたな。畳みかけろ。余計な時をかけてしまった。先を急ごう。この力必ず生かそう。さあ、ようやく追い詰めたぞ。何人にも栄月を渡すことはできない。その願い、今ここで砕く。これはまたいかにも冷酷非道の巫女らしい言葉じゃないか。過去もそして今もきっと未来においても砕いてきた願いの価値を返そうとさえしない。貴様のご託に耳は傾けぬ。何を言われようと私は私だ。最後に問う。キャスター、貴殿の願いは何だ？主の勝利を願うわけではないだろう。とてもそうは見えない。なるほど。僕の神明を探ろうという腹か。面白い。ならば答えよう。永遠に世界のすべてを記録し続ける。それ以外に僕が望むことはない。すべては僕が僕であるために、己の実在を足跡を証明し続けるために。証明？永月が砕かれればそこで儀は終わる。僕の記憶も記録も何もかもが水泡に帰す。それはそれだけは認められない。日の本の暁を記憶し記録した始まりのレコーダーとして。始まりのレコーダー、日の本の暁。なるほど、日の本の神話の記述者か。セイバーについてを深く知っているわけだ。神明を日枝のあれと言ったところでわかるまい、無知なるもの。さて、我が新しき主よ、分かっているな？無論だ。すでに交わすべき言葉もなく、戦の場も整った。となればやることは一つだけだ。そうだろう、宮本伊織。この感じ
力、あるいはそれに類するものとも、私に策はある。信じてくれるならの話だが。信じるとも。力を貸してくれ小説。今だ。諦められるか。お前ら何を。記録が見えた。やった。覚悟押し切る。清き水よ、大体流れ海へと至りて星をなせ。絶技発揮、怒涛。ああもうまた記録が乱れた。面倒くさい奴らだ。サーバントというのは。マスター、あるだけ魔力をこちらへ回せ。これ以上あがかれる前に型をつける。構わん、使えるものは使え。ただし敗北は許さんぞ。ふん、それ根源すでに懲りて気性未だ現れず、名もなく技もなし、誰かその形を知らん。神羅万象、我が老気の網の内と知れ。九月遊園。固有結界、己の心象風景を具現化せしめる魔術の秘王。イオリ、セイバー警戒しろ。あやつが何を仕掛けてくるか。エイレイ、ノーブルファンタズムたる宝具を有した人類史の力、すなわち英霊などというものは全て人々の幻想をまとうことで成立するのだから、そんなものは引き剥がしてやるまでだ。神も竜も魔も人の世にあるまじきもの、あまたの術さえ人の世にあるまじきもの。僕の知る限り神秘などこの世には存在しない。僕の知る限りお前はただの伝説だ。キャスター、今何を。とはいえだ、お前はおそらく僕の宝具とは相性が悪い。チッ、頑固者めが。宝具が効果を発揮しているうちに仕留めきるぞ、マスター。セイバー。大丈夫ない、ないのだが、そんなに力が入らない。休んでよ、ここは俺がしのいでおく。もらった。しまいだ。もらった。
められるか。やめられるか。出すんじゃない。決め手にかけるか。ひるむな。確かに聞いている。その証に。セイバー、敵の術を破ったか。この程度のまじない、どうということもなし。今こそ聞け。私はヤマトタケル、ヤマト最強の刃である。多くの王を、神を、魔を斬った。多くの命を奪い、多くの誉れを得ながら、
多くの過ちを犯してきた。血が流れた、涙もあった。悔やんでも悔やみきれぬ道であった。だがそれでも私が歩んだ道だ。命を賭して我が妻が開いてくれた、ただ一つきりの我が道だ。その歩み、貴様ごときに消せはしない。自己の最低義だと？バカな、そんなふざけた芸当。やはり相性最悪だ、ヤマトタケル。お前は本物だ。お前という英雄は僕がどういようともこの世界に実在した。そうさ、現実の陰にいつも神秘はある。そんなことは知っている。傀儡幽炎の力では書き消せぬか。僕の知る限り、お前は凡人に過ぎない。僕の知る限り、お前は記録にない。僕の知る限り、お前は偽りの存在だ。無駄だ。諦められるか。私は私だ。私は今ここにあるがまま剣を振るうのみ。おのれ、僕の記録を否定し続ける者たち、英雄ども。散りゆけ。やっ、相性が悪すぎる。マスター。ああ、必ず願いを叶えると誓ったのだから、俺は英傑を手に入れる。陛下の国を取り戻す。全て持っていけ、キャスター。敵を排除しろ。了解。最悪の決心よ、退去の果てより鍛える。権限せよ。将来ヤソマガツヒ。ヤソマガツヒ、逆祭の神だ。あろうことか神器をまとっているな。滅ぼせ疑心よ。魔術の次は神霊を下ろすか。なんという、やることは同じだ。キャスターを切り、英傑の器を壊す。
くありながら、黄泉の汚れより生まれし、やとまがつ火の神、その名を覆うにたがわぬまがまがしさだ。そうだ、うせえ。おぞましき翼を広げ、空を駆けるか。厄災にふさわしき獲物だ。澄み渡る天のごとく、どうもくせよ。てい、押し切る。までだ、奴の守りを砕く。気をつけよ、仕掛けてくるぞ。二人とも私のそばへ。
護の結界を張る。来い、任せろ。さすがは古の神、波の怪異とは格が違う。まったく、しぶといものだ。お前たちはあれほどの怪物を前にしてまだ諦めてくれないとはな。諦めないとも、神なら飽きるほどに切った私だぞ。いかなる敵が相手だろうと、決して膝を折るものか。他でもない、君ならば。諦めぬ者がいることをよく知るだろうに。それを言われると弱いな。そこで見ていろ、テイ。俺たちがあれを滅ぼす刹那を。行くぞセイバー、お前の剣、今こそ存分に震え。言われるまでもない。我が健康、その目に焼き付けよ。避けろ、よりに溢るる力、ここに集いて刃となす。絶技発揮、怒涛。
だと。そこだ。歴史に刻んだ時点で僕の負けか。まだジパングにいたの？この町を放って帰るのもためらわれるだろう。皆に迷惑ばかりかけてしまった。その上結局勝てずじまいとは。英月の儀なんて手段に過ぎないわ。ダメならダメで他の手段を選ぶだけよ。あなたも他を探したら？強いな君は。当然よ、私はコイエットの魔術師だもの。彼との共闘、本当なら早々に切って捨てるつもりだったのでしょ。途中で情が湧いたかしら。さあな。まあいいわ。あなたとはまたどこかで戦う気がするの。その時にまだ甘えを捨てきれないようであれば、私が勝つだけよ、帝将軍。魔術師らしくないと笑われるわね。どんな手を使っても俺自身の力で叶えてみせるさ、アーチャー。
海に身を投げる彼女へ自分は何と叫んだろう。ああ、妻よ。あの平原で自分は何と叫んだろう。炎の中で真剣を抜いて何と叫んだろう。私は何を叫び、何を呪い、何を願ったのだろうか。かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと刃を、声を、心を交わし、散り様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。イオリ、何をしている？器を立てと私に命じろ。あるいは斧が手で断ち切るか。もしもの話だ、セイバー。英月の器は立たぬ。そう俺が口にしたならばどうする？イオリ。ああ、この後に及んで妙なことを言う。随分なわがままだ。そうだな。あくまでもしもだ。マスターがそのように口にしたらどうする？お前は聞く耳持たぬか。お前ならばどうする、知恵門？ちくだらん問答で釣れないな。言ってみせろ。どうせお前は。残念だったな。英月は俺がいただく。今ここでな、お前を殺して。その目。そうかよ、ようやく現世の皮を脱ぎやがったか。ずいぶんだ。ああ、ずいぶんだ。てめえのそれは。随分なもんだ。どうした、知恵門？おじけづいたか。誰が。では試合と行こう。そのためにここまで来たのだろう。さあ。言ったか。イオリ。邪魔は失せた。最後の仕上げにかかるとしよう。うん。なんだその顔は。ああ、あの問いかけか。あんなものはただの冗談、ジョークの類だ。気にしてくれるな。イオリ、君は。
ネズミか。死にてえのサーバントが一気どうやら当たりを引いたな。当たりか。それは僕のセリフだ。ひどく腹が減って頭も回らなくなっていた。魔術師ならばいい需要になる。少しは長く記録を続けられそうだ。当世の民の魂まで食らって流らえた我が身、無意に朽ちさせるつもりはない。貴様の事情なぞ知ったことか。俺と同じ匂いがするんだよ。安心する。外道らしい外道の匂いだ。ここで死ね。今すぐに死ね。俺の願いのために英霊七鬼ことごとく死ね。願い、願いか。お前がそれを口にするなど滑稽極まりないな。命の一つや二つ投げ打つ気概があるならばまだ救いようもあるが、お前剣気を前にひるんだろう。やれやれ、島原の死者もさぞや嘆いていよう。貴様、俺の何を。お前の願いは復讐か破滅か、どちらにしてもつまらない。理解に苦しむ。お前こそ我が願いの礎となるがいい。僕は英月を手に入れ、この世のすべてを記録する。てめえに英月は過ぎた代物で。口の減らない輩だな。あがくなよネズミ。面倒なのは嫌いなんだ。理解に苦しむな。わからないのか、無駄なのだと。まだわからないか、願いし者よ。お前の願いはとこしえにかなわないのだと。そうかもな。だがかなわねえのはてめえも同じだ。ランサー、お前は俺のところへは
マスター行かなくちゃ。俺より人思いに頼むぞ。ありがとう、じいさん。エーゲツ、無事に無力化できたな。では、やるぞ、イオリ。いや。エーゲツは壊さない。英月の義によって江戸の民が死ぬ。悪しきことは許されぬことだ。それはわかる。だがこれ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって乾きに乾いた己がうちの剣をセイバー。俺は英月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバー。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。日向のごとく穏やかで人の道をたっ飛ぶ余人はそういう風に俺を見る。お前もだったな。もう一度言う。俺は違う。そうではないんだ。人として正しくあろうとは思う。情も心も人の世には有益なもの。終生穏やかによく生きるための最善手。まさに呼吸のようなものだ。それはわかる。わかっている。故にこそ従った。だがそれが目的だったことは一度もない。夢に見たこともない。俺の目的は今も昔も変わらない。変えられない。欲とするものはただ一つ。
剣の道を極めること。だからセイバー、俺はやはり優しい人ではないんだよ。俺が穏やかに振る舞うのは、人の道をたっ飛ばんとするのは、穏やかで人の道をたっ飛びながら生きる太平の世の人々を理解するため。相手が何を思い、何を考えるのか、理解すれば切りやすい。多くを切るため、多くを俺は理解したい。江戸の人々を、師匠を、お前を、誰も彼も、そうとも。誰も彼もに俺は勝つ。誰も彼もを切り伏せる。そのために生きている。あの夜に見た、極限の剣のように。だから、だから残す。英月は、残す。あまたの強者を誘い、集うための災いとして、俺のために残す。思えば、そう。大蛇を断ち切るお前を目にした。かの日より、剣の神がごときありように見とれた。かの日より、俺は、お前とし合うことを、何より願っていたのかもしれない。ああ、俺は、なんと、セイバー。より、どれほどよいか。その願いを捨ててくれればどれほどよいか。風の肩、竜巻せよ。熟した無駄だ。解き放つ。
切れるか。見えている。決める。避けるなよ。だが我らの願い、未来永劫間違るまい。お前に、師匠に出会ってしまった。私は私のなすべきを捨てられない。私は私が奪ったあまたの命に誓い全を出す。乱世なき江戸の世であるのに、俺は剣の頂へ至る道を再び望んだのだ。故に善をなす者として、すなわちただ剣の鬼として、君を斬る。ただ君自身のために。お前を斬るよりもはや道はなし。全力。空の刀。見せてやれ。死の刀。逃げまい。無駄だ。
見切れるか、見切れるか。この程度か、セイバー無駄だ。違うだろう、もっと俺に見せろ。見せてやれ。入れるか。どうしたセイバー。血は熟した。無駄だ。見切れるか。全身全霊だ。決める。血は熟した。無駄だ。見切れるか。決める。見せてやる。甘い。全身全霊。見くびるな。決める。血は熟した。無駄だ。決める。見せてやれ。聞くものか。そこだ。見切れるか。どうした。まことの力を見せろ、セイバー。ああ、言われずとも。来るか、発揮怒涛。ここ。なぜ。君の言う通り、勝つために相手の気持ちを考えたんだ。ああ、それは勝てないな。より求むるが人の道なれば、必ずや幸福に生きられたろう。だがお前は剣の道を求めたことで全てを捨てた。首手柄はわしの代までだ。この先に戦はない。人の道しかない。享保の祭りは終わったのだ。
だというのに。いよりよ、お前は生まれる時代を間違えた。己の我を殺し、欲を殺し、太平の世の空気を拒んだ。それこそ息をしない屍のように。剣の道はついえていたんだ。だが、剣としてお前に打ち壊された。まさに望んだ通りの人生だ。長い夢のようだったが。イオリ。あの夜、殺されるはずだった港の一夜から。と続く月に焦がれるような夢だった。なんだ、まったく師匠も人が悪い。剣であってもこれ以上はない。共に恵まれることがあるじゃないか。本来なら君に私の願いを叶えてもらう、もしももあったのだろう。でもいいんだ、願いは叶った。これ以上は望めない。宮本伊織、君は、君こそは私の。Burn.
我であり。かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと刃を、声を、心を交わし、散り様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。脅かされた。英月の器も奪われた。大切なもの一人守れぬとは、私は何のために。泣き言は後だ。カヤはいずこにいる。己、知恵門。そうじゃ、ランサーに知恵門の仕業じゃ。書に過ぎぬ我が身が恨めしい。キャツらまたも奇襲をかけてきよった。セーバーは抗おうとしたが。おのれ。英月の儀はまだ終わっておらぬ。キャツらの去った方角にて魔力が渦巻いておる。だがどうあれ、ランサーを仕留めれば儀は終わる。じいさん、奴らは二度カヤをかどわかした。身内を狙い、マスターを落とすのが狙いかと以前は思ったが、もしやカヤに何かあるのか。あり得る話じゃな。司祭まではわからぬが。見つけた。知恵門、カヤを返してもらいに来た。来たか、鬼がよ。何とでも言っていろ。英月の儀、俺がここで止める。貴様の相手は私だ、ランサー。この私を前にして、一度ならず二度までも姫をかどわかしてみせるとは大したものだ。決して許さぬ。覚悟せよ。ご随意に。私はサーヴァントとしての役割を果たすのみです。言ったな。知恵門、お前がなぜ俺を目の敵にするのか分からずじまいではあったが、もはやここまで。
ことの葉はいらぬ。あとは剣に問うのみ。そうか、ならばお望み通り地獄を見せてやるさ。お前の相棒を殺し、お前の妹を逃げとし、この江戸を全て燃やし尽くしてやるとも。なあ、イオリ、宮本イオリ。一気で地獄の門が開く。僕の手、そうすれば俺は地獄にたどり着ける。それをてめえの謎に邪魔されてたまるか。こっちだ。待っていろ。
しいでも貴様カヤをカヤ喰らったのか。違う、奴が彼女を喰らうことなどできぬ。カヤは我が妻を音立花に看護されている。神器を扱う術を知らぬ知恵者にはただ斧が身の内に取り込むがせいぜい。ゆえにより今はほうけるな。あの醜き殻を打ち砕き取り戻そう。
番だ。分かった。天地自然にあふるる力、ここに集いて刃となす。絶技発揮、怒涛。古希攻め時だ。いや、あと一押しか。うむ、勝機が見えた。出番だ。待っていろ。そうらしい。しぶといやつ。ならばもう一度だ。
困った子だね。して、これまで俺のため働いてきた貴様ならば、骨身に染みて理解したはずだ。俺こそが唯一無二、完全無比なる王であり、貴様が仕えるべき相手に他ならぬとな。喜べ宮本伊織、こたびは貴様の誓いをわざわざ俺自ら聞き届けてやろうというのだ。さあ今こそ誓うがよい。俺の従僕となることをな。は？いよりよ、共に世界を制する旅に出るぞ。働くのはもっぱら貴様になるだろうがな。あれもこれもあまりにあまりで、かえって何も言えそうにないのだが、わざわざ口にせずとも答えは決まっている。そうだろ、イオリ。ああ、その申し出。受けよう。うん、そうだ、当然ことを。イオリ、今なんと。申し出を受けると言った。どうか止めてくれるな、セイバー。何を言っているんだ君は。君は英月の義を投げ出すというのか。セイバー、貴様はあのような玩具を本気で求めているのか。哀れなことよ。英月などまがいものの聖杯に過ぎん。似たようなものは宝物庫に腐るほど入っておるわ。待て、それはどういう。貴様も共に来るがいい、セイバーよ。俺がこの世の断りというものを見せてやろう。さすれば貴様の願いは、いいや、
祖もあえて叶える必要もなかったのではないか。それは…イオリ…やはりここは受けよう、セイバー。考えてみれば、鬼人への仕官だ。これも…そう、悪くない結末かもしれん。イオリ…そうか、それを君が心から選ぶならば…それでよい、賢明な判断だ。ならばすぐに旅立つぞ。とく支度をせよ。ああ。だが旅支度といっても、そもそもどこへ行く？言ったであろう。世界を制する旅に出る。とな。沈まれ沈まれ。この印籠が目に入らぬか。皆の者、控えおろう。図が高いぞ。ははつまらぬいさかいに巻き込まれたものよ。しかし見過ごすわけにはいかぬ。何を隠そう、この俺はちりめん問屋のご隠居であるからな。さあ再び行くぞ、イオリよ、セイバーよ。これでよかったのかな。